リーナみたいな深夜発音よすぎて逆に分かんないからね。バシッと決まってますね。なんか今まで僕はあの寮の時とお仕事の時しか見てないんで、うん、ちょっと相当決まったね。そうですね、もうバシッとこやったら、まあ、秋山さんも負けてませんけどもね。そうですね、僕こう見えてもベッドなんかもうベッドなんでやったんじゃん一応大丈夫です、お願いします。どういう曲を今日は、はい、曲がバラグなので、はい、でその曲がわかるやつよりなるほど。じゃあ元々はフィリピンだった。フィリピンそれは英語なんだけど、はい、でもみんなで分かるよう一緒に分かるよするように見えて、はい、なるほど。でその曲もあの世界大会の審査員として参加しました。え？世界大会？はい、あの東北です。東北。はい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 。なるほど。石川の方です。やばい。賞をもらった曲を今日聴かせてもらえるっていうことですね。こ、はい、んな贅沢なことあります？はい、いいんすか、マーナーで聴かせてもらっちゃって生でね、はい、生歌っていいマーナーってなんか分かりづらい、ね、もう一回あ、ゼロさんごめんなさい、自分の歌だっていうのを言っていただきたかった。ありがとうございました。はい、なのでどんな歌だっていうんですかって言ったら、すいません、僕が今日はゼロさんが